こんにちは、IBC ニュースです。こちらは詐欺被害を未然に防いだ高校生の王さんです。王さん、どんな状況だったんですか？はい、学校帰りにコンビニに寄った時、おばあちゃんに ATM のお金の振り込み方を聞かれました。はがきを見たら怪しかったので、それ詐欺じゃないんですかって言いました。びっくりしてたんですけど、振り込む前で本当に良かったです。あなたの声かけで被害を未然に防ぐことができます。それ詐欺かも。